第5節神戸大学対甲南大学戦より神戸大学のクォーターバック福島健吾選手に来ていただきました。お疲れ様です。ありがとうございます。2勝3敗ということで貴重な2勝目おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合振り返っていかがですか？いや、まあ、すごいほんまに緊張、5試合目なんですけど、やっぱ緊張は緊張してたんですけど、まあ、最初のシリーズでしっかり得点が取れたところが、落ち着きにつながったかなと思っています。で、まあ、相手のディフェンスしっかり見て、まあ、俺らのやりたいことを、しっかり中でも話し合って、プレーとして出せたんで、それが結果として残ってすごい嬉しいなと思います。はい、第1クォーターから攻守ともにかなり熱い試合だったんじゃないかなと思うんですけども、はい、今日の自分のプレー振り返ってみていかがですか？そうですね、前回すごいターンオーバーが、まあ、僕のインセプトとかも含めてすごい多かったんで、それがなかって、しっかり得点取れたんで、この試合はすごいそこの部分はすごい良かったかなと思ってます。今日はパスプレーはもちろんなんですけども、福島選手自身が走るプレーかなりありましたよね。はい、ありましたね。まあ1プレー目ちょっとタッチダウンしたかったんですけど、まあ、できなかったんですけど、まあ、2プレー目しっかり取れてタッチダウン取れてよかったなと思ってます。はい、今日の試合見ていて受け手ですね、レシーバー陣もかなり豊富だなという印象を受けたんですけども、そのあたりいかがですか？そうですね、下回生からもすごい層厚くみんな頑張ってくれてるんで、すごい信頼して投げ込めれます。はい、じゃあ次は龍谷大学戦ということで、はいはい、意気込みをお願いします。はい、もう春負けてほんま悔しい思いしてるんで、もうしっかりその無念を晴らしたいと思います。あと2試合なんで、全部出し切って勝ちたいと思います。はい、今日もたくさん応援してくださってるファンの皆さんいると思います。最後にメッセージお願いします。いつも応援ありがとうございます。この2試合、次の2試合でもう僕らのオフェンスを、もうしっかり完成させて、まあ、卒業したいと思っているんで、そのオフェンス注目してください。お願いします。ありがとうございます。神戸大学からクォーターバックの福島健吾選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。